それで国分寺といえば関西から出てきた漫画の斎藤隆をはじめ難波賢治とか、川崎昇とかみんないたわけで、そこに地を構えて漫画家として出発したわけです。でこういうようなさまざまな色とりどりの作品が描けるんで、少年画報社としては非常に使い勝手のいい中堅どころの作家という扱い方ですね。で会社としてはそういう、会社から関西からそういうことで呼び寄せて面倒見てみたいなことで、ちょっとやっぱり会社としてはやっぱりうんせがましく出るような態度があったわけです。で便利屋的に何本か絶えず書かせてみたいなことですね。で私が昭和、1967年だったと思うのは少年キングの編集部に移った時は、ちょうど彼は吠えろ若虎という田淵浩一をあれにした主人公にした短期連載を少年キングでやってまして、でその時は私はデスクとして束ねていった中には入ってなかったんですけど、突然エースの条件という、これは原作は花と小箱という関西では有名なシナリオライターの原作なんです。それをつけて始まったんですね。ところが少年誌っていうのは野球漫画っていうのは非常に重要であって、これは必ず野球漫画は本の中の1、2、3位には入ってないと雑誌としては非常に辛いという、そこに必ず入れなければならない漫画のが野球漫画なんだけれども、どうもエースの条件はその認知が出ない。でその重要な野球場なんかで、これは何とかしなければならないっていうことで、そのエースの条件を途中から私のところに担当しろという担当者付きで私がの管轄に入ったわけなんです。でエースの条件見ましてね、これはやっぱりそういう少年誌っていうのは大体11本か12本の漫画あるんだけれども、これじゃちょっとやっぱりどうしようもないって、なんとかしなければならないっていうんで、でちょっと変えなければならないっていうことで、変える前にその果たして水島新司でいい野球漫画続けていいのかどうかっていうことになったわけですよね。ところがどうもリアルな人情話やなんかはいいんですけれども、ド派手な野球漫画ってなるとどうしてもやっぱり一発ちょっと地味だったんで、梅本幸男というちょうどジャンプが創刊した時関東を描いた漫画家がいまして、千葉哲夫のところでアシスタントしてたんですけれども、彼に白羽の矢を立てて原作は花と小箱で行こうということで、で花と小箱の作品というのはちょうどやっぱりちょうど大学生時代下鴨の定食屋で毎週日曜日番頭さんのデッチとを見まして、これが新しいやっぱりドラマなんだななんか思って。非常に強烈に花と小箱 の名前が脳裏に焼き付いてまして、で原作はやっぱり花と小箱で逃走ということで、で、花と小箱に会いまして、それで花と小箱は当時売れっ子のシナリオライターで、それこそも大先生だったわけですけれども、私は20代後半だったんですけども、生意気にとにかく野球漫画やりたい、ただ
そのエースの条件みたいな、あの人間ドラマでなくて、あらぬ野球、空想の世界の、あのカルカチャライズしたっていうか、あのデフロ、まあ、漫画化したというか、そういったこうあらぬ世界の、あのなんていうか、本当に漫画チックな、あの野球をやりたいんだという、そういうことで書いてくれみたいな生意気なことを言って、それで始まったのがあのアパッチ野球軍だったんですね。でアパッチ野球軍はそれなりにあの、まあ、成功したわけなんですけれども、その時、まあ、アパッチ野球軍っていうのはあの NET、 今のあの朝日テレビでアニメにもなって、あの俺たち裸のユニフォームっていう、あの主題歌もアニソンでヒットした作品なんですけれども、まあさらに言うならば、あの明治大学 の、 あの漫画図書館の前身があのナイキ漫画図書館って言って、あの新宿の鶴巻町にあったんですけれども、そこに入ってあの入り口にあのちょっとなんていうか、あの簡単な4畳半ぐらいのスペースがあって、その奥にあのちょっとあの漫画を読むスペースがあって、そこの左手の壁にあのナイキの漫画図書館で長期にわたって地味にずっと読まれてるあのベストセラーじゃないけど、あの ランク入りした作品の12本の作品が並べてあるんで、あったそのナイキ図書館にあったんですけれども、その一つがそのまあアパッチ野球軍だったわけで、そのぐらい、まあ、アパッチ野球軍っていうのは当時あのまあそれなりに人気が出たわけです。であのそうこうしてる間、それで次のあの水島新司のあの連載をあの始めるようとした時に、あの少年サンデー、あの男ドア法甲子園っていうのを始めちゃうんですね。で、あのこれはあの佐々木守っていうシナリオライターで、これは当時あの七人の刑事とかかなり売れっ子のあのなんていうかシナリオライターで、でなんかあの私はあのつぶらいプロにもちょっと出入りしてたんで、あのそこでよくあの若手のあの実相寺とか金城とか、当時のなんていうかな、まあそういったその、まあ、前衛的な考え方する映像作家たちとなんかのな集まりがあって、そこで佐々木守とも、まあ、付き合いがあったんで、佐々木守っていうのはあの野球を全く知らない、ルールを知らない、でもまああの少年サンデーとしてやっぱり一流のシナリオライターと思って、当然分かると思って、あのなんていうかあの佐々木守にあの原作書かせることしたんでしょうね。であのルールが分からない佐々木守なんで、こっちはまあそんなにあのヒットしないんじゃないかと思うんだけれども、水島はやっぱりあのそのなんていうか、野球の分からない佐々木守と付き合いながら、ドラマの面白さみたいなことをやっぱりそこであの研究して、あの、うん、そこでやっぱりあの関西で日の丸時代のあのなんていうか作風やなんかそこで一新してくるわけですよね。しかもあのまあサンデーの担当者も良かったんでしょうけれども、そこでやっぱり野球漫画にあの完全に目覚めていくわけですよね。でそういう目覚めたところに、今度あのチャンピオンがあのドカベンを始めるわけで、でドカベンやっぱりあのまあ経営は知らないけど、多分なんかドカベンはもうあの原作なしでやれみたいなところで、あの野球ものをやろうみたいなことで来たんだと思うんだけども、やっぱりあの男ドア法甲子園で野球やってんので、
ためらいがあったらしくて、その最初はこれはあの柔道漫画としてスタートするんですよね。ただこの時あのやっぱりあのチャンピオンとしてはやっぱりあの水島新司をエースに次ぐあの扱いをして、ギャラがここであのまあ少年サンデーの時もあのキングよりはるかにあのギャラは上がったわけなんだけれども、まあドカベンの時の原稿料はなんか後で噂で聞くと大体少年キングの倍ぐらいの金額になってたんですね。でこちらとしてはなんかそのまあいずれそのアパチ野球軍があの軌道に乗ったあたりでどっかで起用するつもりだったんだけれども、つもりっていうかまあ使ってなんかいいものを作りたいみたいな意向があったんですけれども、そのなんていうかまあ原稿料がそれまで上がっちゃって、なおかつあの野球ものは軌道に乗っちゃうとなかなかその口説くのが少年キングとしては口説くのが難しくなっちゃったわけなんですよね。でたまたまその時あのその頃私はあのそのアパチ野球軍とそれからもう一つはあの木曜日の理科っていう作品をやってまして、で木曜日の理科これはあのいずれまたあの改めてお話ししますけれども、アパチ野球軍それからあの木曜日の理科それからあの男ならという庄司敏夫の作品と、それから手塚のアポロの歌というなんかアポロの歌っていうのは後にあのアメリカでのすごい権威のあるアイズナー賞というもらった作品になるわけなんですけれども、当時あの少年誌 の, あの中で年齢を上げたら絶対にいけないというこれはあの固定観念にとらわれてまして、だからあのなるべくなら6年生5年生を頭に下をがっちり押さえていく、それを外すとあの危険だというこういうあの固定観念があの少年誌の中でありましてね、私はなんかあのやっぱりもうあの巨人の推しやなんかもうあのそれから明日のジョーなんかも始まってるし、もうこれからどんどんあの年齢が上がっていく、そう捉えていかないとあの少年誌としてはやっていけないんじゃないかっていう思いがあって、それがあの会社のやっぱり固定観念にぶつかったというか、まあ、あの少年キングから追い出されるわけなんですけれども、追い出された後そのやっぱり水島は絶対話しちゃいけないっていうことを言ったですね、あのとにかくチャンピオンが倍の金払ったんならこちらもあの倍払って一応頭を下げてやらせないといけないというだけど、なんかそれに対してもまた非常にまたいろいろ言われまして、キングが落ち目になった頃をなんか、まあ、編集長が水島に会いに行っても、まあ、マネージャーも会ってくれないみたいな、そういうことが一つの大きなやっぱりあの、まあ、少年キングとしての分かれ目になったんじゃないかなと思ってるんですけれどもね。でまあこういう当時貸本屋でこういう作品を書いていたんだという関西のやっぱりあのお笑い系統のものなんか書きながらやっぱりあの関西風のあのエンターテインメントをあのなんか吸収してったんじゃないかななんかも思いますね。まあ水島新司に関してはそういうの思い出があります。